ノーヒットノーランを達成した外国人はヤクルトのテリー・ブロスである。平成7年来日1年目、2m5cm の長身から繰り出す直球は速く、ジャイアンツ打線を7回までパーフェクトに抑える力投を見せた。8回ワンアウトからスライダーの手元が狂いデッドボール。完全試合の夢は消えたが、まだチャンスは残っている。バックの野手もブロスを盛り立てた。落合のファールフライをファーストのオマリーがナイスキャッチ。そして超ファインプレーも飛び出した。打ったライト前、4対0ヤクルトリード。9回の裏もツーアウト、あと1人、マウンド上テリーブロス。ワンエンドワンからバックに対して3球目を投げた、打ち上げた、バックスライヤーフライ、キャッチャーが行く、古田が行く、古田が取った。